どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ、爽やかな洋楽をやってみようと思います。ドン、マルーン5のサンデーモーニング。この曲めちゃくちゃ爽やかで、歌詞をですね、ぜひとも和訳を読んでいただきたいんですけど、もう相当なラブソングです。はい。この曲はですね、もうガズさんも車でいつもマルーン5聴いてますからね。もうお馴染みなんですけども、今回はこのウクレレ一本でめちゃ簡単にかっこよく弾けるようにアレンジしてみました。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者さん向けにめちゃくちゃ簡単にしているバージョンのガズレレシンプル簡単バージョンが、なんとですね、入門コード3つだけ。これは嬉しいやつです。伴奏は簡単です。ただし、英語の歌がやっぱりちょっと難しいですけど、ぜひぜひこれね、ちょっと長い時間かけてじっくり取り組んでみてください。そして後半はそこにかっこいいビートと、後半はですね、ちょっと間奏の部分のところでコードがね、追加されます。それでもコードはだから6個でできるのかな？ちょっとおしゃれなコードも出てくるかっこいいバージョン。リズムがもうキレッキレですから。後半のかっこいいバージョンのリズムはね、ずっと繰り返しですけど、奥が深いです。はい。そんな感じで2バージョンやりますね。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、私聴くの専門だけどいつかやってみたいなとか、楽器チャレンジしたんですけど難しくて挫折しましたという、そんな皆さんがね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんですよ。このプログラムを見て、今全世界中の方が何万人もウクレレで音楽始めてます。先日、チャンネル登録者さんも15万名超えてくださいまして、ご活用いただいております。ぜひ皆様始めてください。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクここに貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。YouTube ですから、無料です。今すぐ音楽始めましょう。ではここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン課題曲、もうすでに1600曲をもうオーバーしているんじゃないかと思われますけども、すごい数やってますんでね、これから皆さん音楽を聴くからやりに変えていきましょう。今日みたいな洋楽もたっぷり取り上げております。洋楽、他の洋楽見てみたいなという方、ここにリンク貼っています。この洋楽も山ほどありますんで、いろんな曲挑戦していきましょう。はい、それではやっていきましょう。マルーン5のサンデーモーニング、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、入門コード3つでやってみます。 1, 2, 3, 4 Not even a moment after.
ーの。マルーン5サンデーモーニングガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。気づきました？今のマルーン5のサンデーモーニング、このコードただただずーっと回してるだけ。Dm7C Dm、 もうこれだけです、最初から最後まで。はい。で、後半のかっこいいバージョンでは間奏のブロックを入れるんで、ちょっとコードが足されますけど、その間奏を入れても入門コードで収まりますから、これはね、まずは今のシンプル簡単バージョン。コードはもう超簡単。やっぱ歌になると思うんですよね。よくね、洋楽ではね、こんなような感じでコード進行をずーっと繰り返す中で歌で表現して盛り上げていくっていうのはね、これかっこいいんで、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。そして今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートを、カットしてるんですけど、フルコーラスでやってみたい方はもちろんコード一緒ですから、Dm と G7 と C でコード書いて、歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜を完成してフルコーラス演奏してみてください。そして今のガズレレシンプル簡単バージョンの YouTube 動画と、まず一緒に合わせてみてください。コードと歌詞出てますからね。それがまず第一関門というかね、第一のゴールですね。はい、それまでできるようになったらおめでとうございます。その次のステップもちゃんとでもありますよ。次のステップは、皆さんお一人だけで演奏してみるということでございます。で、お一人様で演奏するっていうのは、つまり、もう自分一人だけで音楽をゼロから生み出すっていうことですから、リズムとメロディーと歌詞と、はい、これをぜひやっていただきたいんですけど、最初はやっぱり楽譜が必要なんじゃないかなと思いますね。いずれ覚えちゃって、本当青空見ながらとか歌いたいと思うんですけど、まずは楽譜見て練習したいと思うんですけど、じゃあ楽譜ってどこにあるの、どうやって手に入れようかということなんですけど、今、ガズはですね、この自分でこのノートに書いてるんですよ。こんな感じで、はい、書いてます。英語で書いてます、マルーン5。はい。もうちょっとしたらこれをね、このカメラに大写しにして、こんな感じでメモるのはどうですか、書くのはどうですかってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、こちら始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のマルーン5のサンデーモーニングの手書きの楽譜を含む、ガズが今まではもう書いて書きまくってきた、もう膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんが挑戦してみたい曲、毎月5曲ダウンロードしてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれ勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。サンデーモーニングマルーン5、見てください。ほらコード3つですよ。これ嬉しいやつですね。はい、ちょっと見ていただくと、これなんじゃこれ、これ矢印なんですけど、これ後半のかっこいいバージョンでここ矢印、これシンコペーションってリズムが食い込むよということで、後でじっくり解説しますけどね。今のシンプル簡単バージョンはさっきも言いましたけど、このブロックがずーっと繰り返されてるだけなんで、もうこれ同じですから、全部一緒で、こういうのちょっと見てもらいたいんですけど、ちょっとね、ここのところだけ先写しとこう。ここ間奏が入るんですよ、この1行。
ここのところだけちょっとコードが出てくるんですけど、ここはですね、シンプル簡単バージョンでちょっと表現はちょっと難しいかなと思ってショートカットさせていただいたんですけど、かっこいいバージョンではここバッチリこう間奏も入れてきますんでね、そこでちょっとコードが増えてきます。なんで今のシンプル簡単バージョンこの間奏をやらないから、この Dm と G7 と C という入門コード3つでできるということです。じゃあこれパッと移していくんで、一時停止してメモっていただくか、動画のデモ演奏音の時のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介させていただいた画図クラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくと、まあ、とにかく楽譜を用意しましょうということで、さーっと移していきます。はい。英語ですからね、これ言葉のタイミングがもう聞きまくるしかないです。でですね、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、注意点があって、ここワンブロックでかくなってます。もうすごい英語の歌詞が入らなくて、こういう、ここのワンブロックが、こう、巨大化してますからね。ちょっと、見ながら、よく見てください。はい。もうね、早口でね、英語書ききれないんですよ、一行に。なんで、ちょっとここよく見てね、このマスの大きさが違ってますから、それ注意してくださいね。はい。この一マスが、こっちに来るとでかくなってるみたいな。はい。そんな感じでございます。はい。ここがサビですね。はい。はい。で、ここが、後でやります。感想なんですけど、ここがね、なかなか難しいリズムがいっぱい出てくるということです。で、ここ最後、ブリッジ。最後、ブリッジというふうに、まあ私は呼んでますけど、ここで盛り上がっておいて、で、ここまでやったら、またサビに戻る。ここちょっとちっちゃいけど、サビに戻ってこういうふうに行くということなんですけど、で、これ構成なんですけど、まあ、A、B やってサビやるじゃないですか。で、サビ、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、ここ、カッコ C でしょ。このカッコは、今のシンプル簡単バージョンはここに C1 ブロック行って、そして、ここのブリッジに飛びます。で、かっこいいバージョンはここ行ったら C 行かずにもう間奏に飛ぶんですよ。その辺はちょっとデモ演奏で確認しておいてください。で、ここブリッジパートやってサビ戻って最後繰り返して、ここに書いてあります。最後こうラストこのコード繰り返して、まあ終わっていくという繰り返しですよというのがガズレレアレンジでございます。はい。じゃあ出てくるコードの解説です。今日コード2箇所書いてあって、この下の部分は後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードです。今やったのはね、ここ。C と Dm と G7。これは3つ入門コードです。これはね、安心してくださいのやつですね。で、だけど、この下も見て、こっちも入門コードなのよ。後からやるかっこいいバージョンの。F と Am と Em7。この Cm7 っていうのだけちょっと後で解説するけど、ちょっと今これ指隠させてもらって、今映ってる6個のコード。C と Dm と G7 と F と Am と Em7。これは、ガズレレではもう毎度おなじみのめちゃくちゃ簡単入門コードのグループ、すなわちこのグループです。ガズレレ必須コードのグループ。このガズレレ必須コードって一体何かというと、ウクレレ、このちっちゃいウクレレで音楽を始めようかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとですね、もう頭ごちゃごちゃになりますからね、もう10個。あれ、この指の押さえる位置は覚えてんだけど、コードの名前なんだっけみたいなやつです。はい。私がですね、めちゃくちゃ頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきますので、ここで10個のコードまず覚えちゃってください。今日は6個ぐらいしか出てきませんけど、いずれ覚えちゃったらいいと思いますんで、今日のこの機会に、ぜひともこの動画でマスターしていきましょう。はい。じゃあ、ここからですね、かっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、いつもこのタイミングで言いたい。今のシンプル簡単バージョンでも、英語、難しいですよ、これ歌うのが。言葉のタイミングとか、まあ、これはね、聞き込まないとですね、難しいです。いくら僕も聞いて、家でね、聞いたり、車で聞いたりしてた、覚えてるかなと思ったけども、やっぱいざ自分で歌ってみると大違いですよ。言葉のタイミングとか。もうすごい早口だったりとかするんでね。で、しかも言葉にね、グルーブが乗っかってるんですよ。言葉にもテンポ感がある。ここら辺がなかなか難しい。だから4つ弾きでかっこよく歌えたらもうすごい成長になると思います。で、歌をしっかり掴み取ってから、かっこいいバージョンに入っていくのをおすすめします。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったけど、C メジャー7というコード、1個追加というか、さっき C だったところを全部、ほとんど C メジャー7というコードに置き換えようかなと思います。C メジャー7ってここなんですよ。これ1個だけ、簡単。だからこれね、シンプル簡単バージョンで、初心者の人も C のところを C メジャー7に置き換えるとかなりおしゃれになりますんで、ちょっとやってみてください。で、今日はですね、やっぱリズムなのよ。めちゃくちゃ難しいのリズムが今日は。でもこだわってやります。今日出てくるリズムはドーン !16 ビートのチャとカッティング。こちらにつきますね。16ビートのチャとカッティングなんですけど、あとこのマークも、このマーク、矢印マーク、シンコペーションとってリズムが前にズコンと食い込んでくるんですけど、まあこの3つがですね、今日はもう
もう大盛りで、てんこ盛りで出てきます。はい。ひとまずこの2つのリズム、16ビートのちゃんとカッティング、この2つのリズムの解説、ここに貼っておきましょう。このリンク先。このリンク先一体何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から16ビートのちゃんとカッティング、動画、それぞれ濃厚解説動画がアップロードされておりますので、ちょっと見ていってください。で、今日はね、ちょっとこのリズムの解説をしたいんですけど、シャックルというリズム、シャッフルってね、跳ねてるリズムなんですよ。ちょっとやってみようか。まあ基本的にはこの Dm と G7 と C なんですけど、この矢印見て、全部シンコペーション入ってるでしょ。これはですね、ちょっとやってみます。ゆっくりね。1、2、3、4、ツタンダ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 ン。はい。これが基本のリズムです。もう大盛りでしょ。まず Dm で、ツタンダスク、だか次 G7 がアップで、ちゃんだ。次 Cm7 もアップ。で、その間カッティングでちょっとリズムを止めてあげる。1、2、3、4。こんな感じです。これはなかなか深いリズムで。まず普通の16ビートをバッチリできた上で、シンコペーションの時にカッティングが入りますからね。これはかなり悶絶レベル。で、しかもリズムがちょっと跳ねてる。跳ねてるリズムっていうのは、普通のリズムだと、パッ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 、1、2、3、4。シャッフルだと、タッカ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 、こう、ルンルン気分にこう跳ね上がっちゃうやつです。ちょっとね、ゆっくりやってみるんで、これがただただこれ基本なんで、これをね、練習してほしいんですけど、1、2、3、4。A メロをやってみると、ずっとこれで繰り返しから。こんな感じで歌っていくわけです。このグルーヴがもう乱れないように、同じこう、腰にくるやつですね。跳ねたリズム。このリズムに乗れるようになると気持ちがいいんですけど、これは難しいリズムでございます。このカッティングはパターン化してもいいですけど、毎回ちょっと違くってもいいと思うんですけど、とにかくこう雰囲気というかノリ重視でやるのがいいと思うんで、体をとにかく動かすのがいいと思う。ワン、ツー、スリー、フォー。これが基本になるので、これほとんどこのリズムが最初から最後までです。まあこれがですね、簡単にやってるように見えるけれども、きっとこれめちゃくちゃ難しいんですよね。わかります。まあでも基本はしっかり押さえて、まあ、さっきのシェアした16ビートのちょっとカッティングの基本中の基本、まず押さえてね、じっくり取り組んでみてください。そして途中の、感想のところをちょっとここやってみましょう。感想コード見て、まあ今回ずらずら並んでいくんですけど、これも今みたいな感じでほぼカッティング、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、今みたいな感じで一回ずつシンコペーションで止めてカッティングなんですよ。まず最初、せーの、ダダダダ、一個ずつ止める。まあこれはですね、かっこいい。フレーズが入るんですよね、ここでね。でそのフレーズを口で言うのがかっこいいと思うね。せーの、ステップ、デデ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 デ。こんな感じでやるのがかっこいいです。ぜひこれ原曲を聞くとね、ここら辺の感じにニュアンスがわかると思うんで、ぜひ聞いていただきたいんですけど、でこれね、嬉しいことにマルーン5と同じキーなんですよ。なのでこれはですね、もう本人と同じ気分でもう全開で言ってください。私は結構裏声を使ってちょっとソウルフルにやってみようかなというふうに思ってやってみたんですけど、まあ、いろんなね、シャウト系でもかっこよくできると思いますけれども、まあ、とにかくちょっとリズムがね、これ難しい上に、もうボーカルのリズムもめっちゃ難しいですからね、脳みそがカッカしてくるタイプ
ての曲なんですけどね。はい、あとは基本的にはそのさっき言った Dm と G7 の Cm7 のあのビートが最初から最後までつながっているぞというその腰にくるファンキーなビートの中で、あの英語の歌が踊っているというイメージ。先ほども言ったんですけど、あの英語の和訳がですね、もう本当にキュンキュンラブソングなんで、そのなんか日曜日の朝、僕もね、今日日曜日でなんですよね、今日撮ってる日が。朝起きて今日のサンデーモーニング、思わずね、こう、口ずさんじゃうんですよね。そんな風になれるといいと思います。さあ、それではやってみましょう。マルーン5のサンデーモーニングガゼレレ流かっこいいバージョン。ファンキーにソウルフルに。やってみる !1、2、3、4。サンデーモーニングガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あのちょっとこう腰にくるグルービーな感じがね、あのうねりがちょっと出せるようになるといいんですけど、なかなかこれは英語でもあるし難しいんですけど、まあ聞き込んでね、体にだんだん染み込ませる感じで長い時間かけて取り組んでいきましょう。そしたら毎週日曜日この歌を歌いたくなること間違いなしだと思います。そしてお知らせさせてください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね、発送は5月20日順次
なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンクちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てる、この赤、青、黄色、信号機みたいな、このガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、あとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聴くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。